あ、超楽しいんだけど。記念写真いかがですか。はい、やりましょう。13時41分、こんな天気ですけど外出できます。宿でまったりしてたんですけど、やっぱり最後の観光ちょっとしたい。台風並みなんですけど、まあまあいいや。さっきの動画から1分も経ってないんですけど、さらに雨が強くなってきまして、まあでもバイクは給油して返さなきゃいけないし、そのついでと思って出かけてきます。海洋センターに来たのですが、今日は出航日なので営業時間ちょっと違うかもとのことでした。僕の水槽きっとカメいますね。また今度の機会に撮っておきましょう。続きまして、小笠原水産センター来てみました。お客さんいないので一人で贅沢に楽しめるぞ。早速面白そうなのを発見しました。赤羽の歯磨き。赤羽ってのは何ですか。魚のこと。あ、そうか。いや、僕はてっきりこれをあのトゲ抜き地蔵みたいに磨く話かと思ったけど、あの魚の歯を磨いていいんですね。いや違うな、なんか勘違いしてそう。いやでも勘違いじゃないみたいです。やりましょう。おっさん一人でこういうことしてるのすごいシュールなんですけど。ああ、いるわ。こうやって叩くと、はい、あ、来たで、歯磨きどうやってやんの。こうやって磨くの。ああ、超楽しいんだけど。あ、すごい。ふえ。あ、はい。歯磨き。やーべ、超楽しい。続けてサメエイ水槽です。いるんですか。おお、サメとエイ。あ、すごい、間近で見られて嬉しい。でも大きさはトビオ桟橋の方がでかいですね。あそこ来る方が。ああ、でもすごいヒレが外出て上手みたい。カニもいるし。わあ、次は何だろう。アオリイカ水槽。イカはびっくりすると墨を吐きます。あ、これは守らないと。びっくりして逃げようとして壁ぶつかって死んじゃうこともあるそうです。はい、おとなしく脅かさないように見ます。いや見えない。雨降ってきたせいもあるけど見えないです。クーラードレン水。はい、では屋内見学入ります。仙人フグ、カニ。わあ、すごい、ダイオウイカ。カジュアルな水族館みたいなのかと思ってたんですけど、結構ガチな雰囲気ですね。むしろすごく興味をそそられて良いです。クラゲ。記念写真いかがですか。はい、やりましょう。上手、怪我をしないように上手に入れてね。はい、わかりました。クラゲ、うなぎ？うなぎではない、ウツボ。長い。パイプの中入ってお休みするんですね。へえ。タコ。こんな風に見るの初めてかもしれない。ET みたいですね。こちらは仙人フグ。やっぱりびっくりすると壁にぶつかって死んじゃうらしいです。気をつけなきゃ。奥の方で壁にやんわりぶつかってますね。それにしても今思ったんですけど、この看板の脇のいいねボタンみたいなのは何なんでしょうか。岩にそっくり。いや岩でしょ、まあ、奥のはギリギリわかるんですけど、手前のも魚だったらすげえびっくりする。こういう生き物はシューティングゲームのダライアスで戦った記憶があります。なんとなく来たんですけど、すごい面白い。これは来てよかった。
こちらは骨とか貝とかいろいろな展示があります。亀、今回亀を見たり触れ合えなかったのはちょっと心残りです。また次のお楽しみに撮っておきましょう。水槽の中にヒーローとミニラみたいなのがいるのはどういうことでしょうか。アオウミガメ、あ、奥にいる。予想外に楽しくてすごく嬉しいです。で、時刻は14時22分なのでそろそろ戻ります。無事にレンタバイク返却しました。雨強いな。